テテレテレテテレン。せんちゃん。せんちゃん。今日はネイルをやってみたいと思います。まあ、外国人が多いようなエリア、欧米系が多いようなエリアの近くです。じゃあ爪をきれいにしてもらって足をやりましょう。やりますか。はい。それでいくか。ちなみに書いてもらうのを決めたの。そう、画像とか選べるから、はいはい、ちょっとそれは探すか。ベトナムの国旗。いやいや、やばいよ。クリスマスとかどうか。ああ、いいね、いいね。どっちがいい。そうしよう、そうしよう、はい。インスタのクリスマスネイルフットっていうのを選んで、検索したら出てくるやつ。で、こっから好きなのも選べると。見ていいな。これ、これいいんじゃない。できる、こんなの。これ料金変わるの？その難しさによって。いいね。装飾、ひらがついてたりとか、ひらがついてたりするとメダル。デザイン、こんな感じです。理想。フィンガーだけ、ベトナムクラッキングしてもらう。うん。何これ、赤取ってんだ。あー、そう。これは、赤外線で、ネイルをやった後に乾かすために指を入れる。乾かす？乾かすため。あ、トイレのブルーってジェットタオルじゃダメ。ではなく、赤外線が出て、より乾かしやすくなる。へぇ、今デザイン見せて、これ合ってるかみたいな、あのチェック中です、うん、ちょっと今日はこんな感じの足にしたいと思います。それは何、クリスマス用に。そうだね、クリスマス用。クリスマスパーティーだけどサンダルでいいか。いいね。あ、いいじゃん。足見せないあ、それね、みたいな。あ、そのオーダーね。最初はね、理解しがたかった。これなんでこの角質を取る必要があるの。やっぱり綺麗にするためにだよね。色が入りにくいとか。まあ、色ではないけど、やっぱり綺麗だね。だって時の色を用意してから色をつけて。これちょっと今日は女性向けとベトナムで、ちょっと静かにして。みんな静かにして。今日はあのベトナムで、じゃ静かにするまで喋りませんよ。ベトナムでネイルやりたい女性と、ベトナムで美意識高めたい男子に向けて、ネイルの基礎から。なんでネイルってすんの。やっぱり女性的には手元が綺麗だから。なるほど。ああ。指差して絵描いた時とか綺麗だったら印象いいな。あ、私今金具を決めます。はい。決めましょう。パーツでいくら売りとかそういうわけじゃないか。あ、そういうこと。あ、そういうことなんだ。でもね、3000円。うん。ベトナムいっぱいあるよね、ネイルのお店。それでもここが一番いいんだ。うん、そうだね。やおい。匂いはない。何？終わったらフットマッサージ。あ、向こう側はね、2階あるでしょ。2階がまつげエクステとか。へえ。あと眉毛。動かしたら終わりみたい。電話しながらね。すごいな、電話しながら。何これでさ。え、すごい。
なんか指だけ見たらもう女性の。いや、そう、足のでかいやつ。失礼だ。こんな感じでパーツが選べます。日本の国旗をこれにする。いや、明日朝って自分の夢見てどう思うんだろう。で、これでも左指完成。やばい、いける。大丈夫、ジャパン間違えないで。コリアとか一緒ないですか。ペンさんの指にそこからアイデンティティが刻まれています。何に難しいのかな、丸描くのって。目玉の親父みたいな。やめろって。俺らポキギリギリの北の前。ほら、日本が一番ダズい。そんじゃ、ほんとね。おとなしいでしょ、派手じゃないでしょ。うん、満足ですか。満足、大満足、今回は、やばい。手は25万ぐらい。あ、足25万ぐらい、一緒だ。そんな安いんだ、足。オッケーで50万ぐらい。オッケー、例の台段を見よう。2500円。これ、通常であれば、一つの箱に足を、二足ですけど、足でかいんで2つ用意してもらいます。値段高くなるかも。2人、私から。でもなんかそんな変じゃないかも。変ではない。男でもやっていいのかも。パイオニア、ベトナムの日本人ではもうベルくらいしかいない。これ外すときに高さ。さあ、お会計はいかに。手が8万ドン、足が31万5千ドン。おお、電話番号だけ。すごい。はい。どうっすか、いいんじゃないですか。うん、かわいい。綺麗になりましたよ。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。手はこんな感じ。眩しすぎて見えない。素晴らしい、はい、じゃあお会計です。足取りが軽いですね。よかったと思う方はぜひこちらのお店に。チャンネル登録といいねボタンお願いします。はい。次回のデザインはコメントでお願いします。Without you, let's see what I can see. Will be with you.